皆さんこんにちは。今日もエクションやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらのピラネシですね、ピラネシの方に行ったんですけど、なんかちょっとビビりながら行ったらですね、活動中止ですね、休止かしていて、何の、イベントのなんか激しいものは起きませんでしたね。しかも動かなくて、そこに電力が必要だということで、自分の機体を近づけて、このピラネシの方に行くということになっています。ということでですね、現在、本体の方はピラネシの方に向かっていますね。さあ、船内の方を見ていきましょう。まずは第5セクターですね。第5セクターは廃棄物が大量にあるので、こちらですね、廃棄物処理場を3機稼働させています。全部アーロン鋼ですね。できるようにしています。さあ、そしてですね、こちらでは昆虫の食事を作っています。現在ちょっとカツカツですね。よくてトントン程度なので、まあ、食料を作らないと氾濫が起きそうですので、頑張って作っています。ちなみにこのキノコ工場もあるんですが、キノコ工場の方は今イベント中であと2歴稼働できませんので、まあ、こちらが稼働すれば少し食料の方が戻るかなと思います。さあ、もうちょっと第5セクターの方もかなりいっぱいいっぱいになってきましたね。それと同時にですね、こちら6のセクターとか食料がいっぱいあっても配給が間に合わない時があって食料不足を起こします。ということで、食料の保管庫を何個かに分けていこうと思います。第3セクターの方も現在そのような感じかな。第3セクターの方は、品物自体が追いついてないんですね。この農場一つじゃ、第3セクター全部の人数は補えないみたいですので、まあこちらの方は仕方ありません。ではですね、ようやく半分まで来ましたので、あと半分待ちたいと思います。さあ、先にですね、こちらの方、移民できるかどうかの場所が、終わりましたね。全部運び終わったということで、高度インフラ設備の完了と、仮設テストコロニーとしての植民可能な環境になりました。入植者による定期レポートは貴重なフィールドデータとなると考えられますということで、まあ、惑星から離脱でしばらく見てみましょう。あと、隣にももう一個ありますので、これじゃないな、テスラか。テスラの方行かせておきましょう。さあ、これで、あ、ついてますね。ピラネシの方ついてますので行きましょう。さあ、ナオミプロトコルということで、対空に接続してレムスの座標を検索すると。さあ、これが3歴かかりますので、しばらく待ちましょう。さあ、こちらですね。不明な行動というところにもつきました。探査機はドロス緊急信号を検出しましたと。こちらテスラ艦隊と同型の残骸を確認と。中から発信されている緊急信号は対空の緊急信号と告知していますということで、残骸の方を調査していきましょうか。こちらですね、不明な残骸のところからですが、調査の結果、残骸が対空の残骸であると同定しましたと。大量のフラウスタキオンが検出され、アイドロスリスかな、キャラボの遺体も発見。誰だろうこれ。データ聴取システムの履歴を確認しましたが、この人は対空で元気に存在していることを確認。また回収した部品も対空のものと同一であると確認できましたと。テスラのチームは分かっているならやるなという指摘を発見と。なんだこれは。何らかの警告ではないかと考えていますということで、解体していきましょう。さあ、ここでですね、ついにポットの方も見つけましたね。今のところ、冷凍ポットもゼロでしたので、少し取りに行かせましょうか。さあ、ついにピラネシの方終わりましたね。あ、ホープからの通信ということで、管理者ピラネシ、あ、再起動した。再起動しました。体育との接続が物理的に切断されたため、レムスの座標を転送、あ、ゼムスの座標を転送を中断させざる。なんだこれは、壁が動いていると。急いで離脱するため、ホープと帰還していますが、紫色の粘着性の液体が壁から染み出しており、思うように進めませんと。パブロ・アンチャーつくもかな。もう泥に捕まってしまいましたと。管理者、私たちはここまでです。ただ、我々の希望の光だけはピラネシに奪われないようにしてくださいということで、あ、
科学船が壊されてクルーが死にましたね。さあピラネシが周囲にドローン展開、管理者すぐに対空を離脱させてくださいと。え、いきなり襲われるの？え、マジか。さあ、ドロスの管理者だな、待ちかねたぞ、哀れなドロスの残党め、って哀れな器にたかるハエめ、お前もクルーも対空もバラバラにして、で俺の血と肉にしてやる。俺は原生生物、真の生物だ。お前らはイレギュラーな幻想文明を持ったと血が、にした失敗作に過ぎないと。お前の守り神ナオミをバラバラにしてお前の身体も取り込んでやろう。今がその時なのだと。え、なんかあれなのか、ミッション逃げろというのが始まりましたが、ピラネシーがなんかに乗り移られてるかなんかなんですかね。さあとりあえずタイクーンをどっかに逃がしましょうか。どこに逃がせばいいんだろう。近くだとここかな。 1.8 歴なのでこちらの方に逃げていきましょうか。さあタイクーン移動でとりあえず逃げていきましょう。やばいなこれ、どうするんだろう。さあこのまま、逃がしてはくれるのかな。あ、そういうことね。とりあえず離脱すればこの赤い範囲に入ってたらやばいぞということですかね。はい、とりあえずピラネシの方からは逃げていきます。やばいな、ここで鉄とか採取してるやついるけど大丈夫か。さあこれでなんとか大丈夫そうですね。危なかった、ピラネシに襲われるかと思いました。さあとりあえずしばらく移動は続きますので、その間にタイクーンを見ていきましょう。さあこちらですね、不明な構造の方の探索が終わりましたということで、残骸の中身の回収に成功しましたと。資源を貨物船で回収しますと。奇妙な現象の痕跡は後先もなくなりましたと。跡形もなくなったみたいですね。で、居住棒のための反省棒のアップグレードが開放されたということで終わりました。あ、ここ結構ありますね。電子機器と、こちらのアーロイ港がありますので、取りに行きたいですね。さあ、これでこちらも終わったので、あとはここか。こちら、今、移民してきるかどうか調査中ですので、こちらの、なんだろう、結果を待つしかないのかな。タスクの方は逃げろということで、生き残れしかありませんので、まあ、ここが移民できるかどうかが問題なのかな。さあ、とりあえず逃げ切りましたので、今のうちにですね、船の修理とですね、そして電池の方を充電しておきたいと思います。いや、これどうするんだろうな。ピラネシーからレムスのデータを取らないといけないんですけど、今後はちょっとわかりませんね。現在はどうなんだろう。やっぱり移民の一頃待ちという感じですので、何か進展があるまで進みましょう。さあ、なんとですね、タイクーン内には DLS に外部からの攻撃による過負荷を確認と。ピラネシの画像がタイクーン内部のスクリーンに表示され、クルーの夢にまで出現しているようですと。その結果、地球病が急速に悪化しています。ピラネシを倒し、レムスの座標を回収しなければなりませんと。恐怖が蔓延していますということで、マイナス2ですね。やばいな。信頼が、第6セクターがかなりやばいことになってますね。第6セクターは人数800人以上いるので、あ、そうか、これ以上上げることができません。さあ、なんということでしょう。ピラネシがですね、ミサイルを発射したということで、こっちは一応迎撃ミサイル作ってありましたので、迎撃ミサイルを発射していきましょう。危ないな、これ。なんだ。油断してると攻撃されるんですね。ピラネシが大群にミサイルを発射と。ということで、まあ、こちらは迎撃ミサイルありますので大丈夫でしょう。いや、なんて危ないんだ、こいつは。さあ、これで、とりあえず大丈夫なのかな？信頼の、大丈夫ですね。中和したみたいです。さあ、そして、現在 4.2 マイナスで 4.3 プラスなので、まあ、信頼の方はプラマイゼロ型りですね。なんとか第5エリアあたりをなんとかしないと、信頼の方をここですね、回復するのは難しいかもしれません。あ、なんということでしょう。今度は対空に向かってドローンが放出ってなってますね。タ
タイクーンの攻撃に向かってきますということで、これまた逃げないといけないやつですかね。これ逃げていけるやつなのかな。さあ、とりあえずどうしましょうかね。一番近い惑星がここなので 1.7 歴ということで、こちらの方に移っていきましょうか。いや、座っていくのか。これで移民ができたりするまでをずっと逃げ切らないといけないんですかね。結構大変です。とりあえず、どうだ？これ、追撃してる感じかな？いや、追ってきてるのかな？これ、ドローン追ってきてますかね？いや、それだと、曲がってるな。ちょっと心配ですが、頑張って逃げ切ってみましょう。さあ、ドローンの方は曲がらない感じですね。ちゃんと自分が滞在してたところに向かって、来てるみたいですので、まあ、避ければ問題ないのかな。これでしばらく休めそうな感じですね。なるほど。こうやってちょっとずつちょっとずつ逃げながら、探索などをしていく感じになるんでしょうね。なんと今度はピラネシ自体がこっちに向かってきましたね。なんてこった。大変なことになりましたので、どうしよう。ここから 2.3 歴で移るか。そうしましょうかね。ここの電磁波をくぐっていけるかどうかがちょっと問題ですが、どうしよう。ここから回った方がいいのかな。そちらがわかりませんが、まあ、ここちょっと突っ込んでみましょう。さあ、もうかなりの距離逃げ切りましたね。これでしばらくは問題ないのかな。来るような感じは特にはありませんね。よし、なんとかなった。ただ、船内の方が問題で、船内の方の食べ物が相変わらず回復しませんので、こちら気をつけていかないといけませんね。ただ、人口がもう、冷凍ポットの方があんまりありませんので、冷凍ポットもありませんので、これ以上人が増えない限りは、まあ、食べ物には困らないかなという感じですね。さあ、これ、おそらくあれかな。こちらで、今、移住の研究をしているので、それがうまくいくまで逃げ切れば大丈夫なのかもしれません。さあ、こちらですね。何か、瓶詰め地獄ということで、管理者、あなたは多くの噂がありますと。あなたが存在しないとか、冷凍島民で行方不明だ、エッテンが2つの人格を持っているだ、など、我々はあなたたちが管理者が存在することを信じています。タイクンクルーを最後の人類をどうか救ってくださいということで、了解だということで、データ聴取プロトコルを終了。さあ、そして、新しいイベントが来ましたね。PSRB1257+12A12A を調査するというのがあるぞ。これ、どこだろう。12A はどこだ？ 12A はない。12A を探、これか。これを探索しないといけないみたいですね。現在どこだ？ここに1匹いるので、ここに、向かわせましょうか。ただ、ピラネシがめちゃくちゃ近いんですよね。まあ、これは問題ないのかな。さあ、とりあえず、新しいイベントが来ましたので、こちらを研究というか探索しに向かいましょう。さあ、急激、なぜかわかりませんが、タイ君の自爆までというのが、カウントダウンが始まってしまいました。特に何かしたわけではないんですが、やばい。なんでこうなった。あ、バティスタの自爆装置がないため、あ、自爆危ねえ。勝手になんか作動しましたね。これなんでハッキングかなんかですかね。タイクーン自爆しようとしました。さあ、これは何だろう。特にイベントが出てるわけではありませんね。なぜか分かりませんが、タイクーンの自爆が、発動されました。さあ、こちらの研究し、探索しろと言った場所に到着しましたね。セクター1の科学研究委員会によれば、この星系の中心にあるパルサを活性させることが、ピラネシを停止される鍵になると考えているようですと。メンデレーエフのクルーの通信と、こちら PSRB1257+12A の周回軌道上に到着と。巨大なパルサーですが、ロッシュローブを通して物質を到着させることで、なんだろうか、運動量と自転エネルギーの復活させることができますと。
セクター1科学研究員は考えているようですと。パルサーの力を利用してピラネシウを倒すためにできる限りの調査任務を行いますということで、こちらパルサーを調査に当てましょう。これが10歴かかるみたいですので、まあその間どんどん逃げていけばいい感じですかね。近くに来たらまた別のところに少し逃げていきましょうか。ちょっと直線距離なんでね、もしこちらから移った時に、ちょっと余裕があるようにしていかなければいけないかもしれません。さあ、何ということでしょう。ピラネシが仕掛けてきたサイバー攻撃によって複数の食堂が利用不可能です。ああ、電源切られてる。なんて子供みたいな攻撃してくるんでしょうね、ピラネシは。こちらの方は今ちょっと第6セクターは壊してたので助かったのかな。さあ、1の方は大丈夫？1の方各セクター1個ずつですね、食堂の、あ、落とされてるな。で、電源を落としてくるという謎な攻撃をしてきましたね。やめてほしいな。さあ、これで大丈夫。さあ、ちょっと暇なので、ついにですね、3セクターと5セクターの間ですね。こちらの方を解放してみましょうか。よし、これでここも食べ物を中心に作れる場所にすれば、食料の方大丈夫じゃないかと思います。ピラネシがドローンを撃ってきましたので、こちら逃げることにしましょう。今現在ここなので、あ、ここにも惑星があるな。惑星を辿ってとりあえず逃げないといけませんので、どんどん惑星の方を見つけていきましょう。さあ、セクター4の方も解放されましたね。ということで、いつも通り、組み立てていきましょうか。さあ、ここはどこに置こうかな。まずは仮で構いませんので、全部一度置いていきましょうか。よいしょ、これは全部仮で置いていきます。さあ、食料のやつも置いて、ここに置いとけば、まあ問題はありませんね。さあ、こちらの中心の探索が終わりましたね。PSRB1257+12A の活動状況に関して観測及び分析を行った結果、タイクーンの船体構造を改良し、ガンマ線バーストを防ぐファラデケージを開発する方法を発見しましたと。また PSRB125+12A のガンマ線バーストを誘発するイカロス3の建造方法も発見しましたと。この後、タイクーンのテクノロジーラボでデータを解析し、実際に設計を行う方法、必要がありますということで、ピラネシのためのファラデケージのアップグレードが開放。ということで、あと探査機イカロス3のアップグレードが開放されましたよということで、イカロス3をとりあえず作らないといけないのか。ということで、あ、やっぱり、ちょっと待てよ。ピラネシが複数の、複砲を起動。ちょっと待って、どこにいる？ピラネシまだ脅威ありますよね。脅威レベルが 上昇し、攻撃頻度が上がりますという、それやめてほしいな。さあ、そして、基地内では、まだちょっと研究が終わってないけど、ピラネシ、あ、これか。これを研究しないといけないんですね。今は、もうちょっとで終わるので、これ終わってからにしましょうかね。さあ、こちらですね。イカロス3の解放が来ましたので、ここでイカロス3を建造しましょう。そしてですね、本体の方は、現在今ちょっと逃げてる最中なんですが、こちらはピラネシでもう一個のファラデケージの方ですね。こちらを研究していきます。さあ、こちらですね、ファラデケージが、開発というか、研究が終わりましたね。そしたらですね、外部ビューにある建設パネルで、タイクーンの船体をファラデケージに構成するというのがありますね。よし。これで、外部システム、あ、これか。宇宙空間に漂う強力な電磁場から、船体を保護しますという。うわぁ、ポリマー450。マジか。めちゃくちゃくら、使いますが、まあ一応ポリマーはいっぱい貯めてあったので、作れますね。大丈夫そうです。
さあではこちらの方を作っていきましょう。逃げてる最中ですが、こちらですね、イカロス3発射準備完了ということで、パルサーを起動しよう。これなんだ、技術なんとかが、ああそっか、今作ってるやつかな。こちらの方はファラデーケージができてないのでダメなんですね。現在ですね、集めてるのはどれだ、出るかな。現在ポリマーの方をおそらく突っ込んでる最中じゃないかなと思うんですけど、ないな。エヴァエアロックが分かりやすい場所、ここですね。ポリマーが今213運ばれてますが、まだ480まで達していませんので、しばらく待ちましょう。もうすぐ完成しますね。ようやくこれでできたかな。よし、できた。さあこれが一旦止めましょう。ピラネシが多数の複砲を起動、脅威レベルが上昇し攻撃頻度が上がりますということなんですが、こちらですね、パルサーを起動できますので、パルサーを起動していきましょう。さあ敵もミサイルとか撃ってきてるんですけど、こちらも迎撃はできてますね。かなり船の、損傷が激しいので早めに修理したいところです。第4セクターの方はですね、今こちらで精神の分析施設を作って、とりあえず信頼を上げないといけませんね。少しでも回復しないと、現在 45% なので、かなり厳しいギリギリのところですね。あ、こちら、ああ死んじゃった。イカロス3を発射しパルサを起動しましたと。メンデレー F はガンマ線バーストの直撃を受けて大破となってしまいましたね。ピラネシ、お、ピラネシを倒しましたってなった。ピラネシを倒すことができましたね。よし、これで、あとは、ここをもう一回探索しろということなんですけど、船が壊れてしまいましたので、もう一回作ってですね、こちらの方を探検しに行かせたいと思います。さあ、こちらですね、もう一機作ってるんですけど、それよりも早くですね、こちら余ってた船の方が先に着きそうですので発見しました。よし、これでピラネシの方に入れますね。よし、ピラネシに到着ということで、ピラネシ調査レポートと、ピラネシはガンマ線バーストで緊急シャットダウン、ドローンは停止し、搭載していたミサイルが爆発した模様と、超短波放射が内部の電気系統を故障させ、GKH 爆発が船体全体に波及する様子をクルーはずっと眺めていましたと。テスラのクルーからの通信、船体の破損部分がピラネシの侵入に成功と。ガンマ線バーストによってほぼ全ての電気系統が故障し、独立していたドアとエアロックが全てクローズされている模様と。壁からはトラップと思われる黒い粘土の高い油が染み出ていますということで、こちら部屋に侵入していきましょう。はい、こちらですね、テスラからのクルーからの通信ということで、ピラネシ船内は全体的に激しく損傷しており、青い光が揺らめきながらドローンが散乱していますと。こちらですね、大変なことになってるみたいですね。そしてですね、なんだ、ドローンが散乱してる。露出した船のエアロックなどでは一部有機神経回路を構成していたようで、研究のための、図像も撮影済みですと。座標保護装置へ向かう途中、巨大な半透明のポットを発見と。内部の液体には腐敗した人と思われる何かが浮かんでいました。スーツの色からおそらくエテメナン機のクルーだと思われます。長い無知のりでしたが、レムスのボール座標保管装置を発見しました。データ転送準備も完了していますということで、これ、タイクーンをピラネシ軌道上に移動させてくださいということなので、移動させていきましょう。さあ、こちらですね、テスラのクルーからの通信ということで、レムスのボール座標の転送が完了と。転送中にピラネシのシステムを分析したところ、手法及びエテメナン機の攻撃を受けて、もともと虫の息のような状態だったようですと。放っておいたらそのまま完全に崩壊するでしょう。多数の違法な技術が使われていることから、崩壊時に成形ごと巻き込むような重力波が発生する可能性が高いため、急いでこの成形を離れる必要があると考えますということで、
さあ、これでもういいかな。他に、あ、ここどうなったんだろう。移民の人を取ってくるみたいなやつもいつの間にか終わってますね。はい、ということでボールジャンプしていきましょうか。はい、ということでボールジャンプが完了しましたね。またいつも通り初期診断とかですね。まあ、そしてイリア星系に到着。レム数はすぐそこですと。タイクーンの行動はほぼ限界の状態ですと。ニョコンド植民プロトコルを開始しましょうと言っていますね。ちょっと外の方だけ見てみましょうか。現在イリアがここですね。そしてですね、おそらくこちらのイベントのところ、どっか反応するのかな？反応したところがそこ、あ、ここら辺ですね。あ、すごいすごいすごい、反応してる。ここがあれかな？目的地になるのかもしれません。ちょっとここを探しづらいですが、どこだろう？あ、ここですね。ここをちょっと送っておきましょう。はい、ということで今日はようやくですね、チャプター4の方が終わって宿敵の方も倒しましたね。さあ、あとは移住するだけだと思いますので、また次回から頑張っていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。